シェア。皆様、明けましておめでとうございます。世界に誇れる日本のミュージシャンを紹介する音楽番組ミュージックシェア、司会の本田道夫です。おととい TV フラットから生放送でお届けしております。新年ということでちょっとみんな張り切ってたんですけどもね、なんかちょっと忘れてたこととかいっぱいあったんちゃいますかね。まあいいや。はい。ということで今日は、新年ということで新年にふさわしい、2組のアーティストを、お迎えしております。1組目は、ツーオブアカインド、なんかちょっと舌が回らなかったんですけどまあユニークな楽曲で、ツインじゃないなサックスデュオですね。谷中さんと藤枝さんの、ツーオーバーカインド、そして、声の貧しい、息吹の手品師、もうこれすごく言いづらいことあのピースオブケークの伊藤さんと丸さんをお呼びしております。で、今回の2組なんですけれども、サックスのみだったり、声のみだったりとかして、ちょっとまあド直球というかド変化球のあのアーティストに来ていただいてるんですけれども、まあなんかあの感性の魂をぶつけていただけるのではないかと楽しみにしております。それでは早速お迎えいたしましょう。ツーオーバーカインドさんです。いらっしゃいませ、はい、ようこそ お越しくださいました。あのまあマイクの方、はい、ちょっとサックスを置く場所がなくてですね、スタンドもなくて手持ちでということで本当に申し訳ございません。手に持ったままむしろ持って出たいみたいな、ね、持って話したいみたいな。今日でもそうですよね、なんか皆さんはちょっとわからないと思うんですけれども、5時にこちらにいらっしゃるということだったんですけど、谷中さんがなぜか4時に到着して、4時半ぐらいじゃなかったですか。4時半ぐらいでしたっけか。どんだけやる気があるんだって話ですね。すごいこの人すごいと思って、ご用意そしたらもうご用意してる間ずっと吹いてましたから。そうですね。あれ来てからずっと吹いてましたよね。そうですね。で藤枝さんが来てまた吹いて、結局本当ギリギリまで。なんか飽きない、飽きないんですね。ずっと会うと、最後じゃあねって言うまでほとんど吹いてるよね。2人でいるときすごいですね。家にいるときはさすがに家にいるときは、ね、僕は実はねやってますね。やってますすごい。ツアー中もやってるってさっきの話フルートをやってます。あ、そうなんですか。フルートってすごいちっちゃい音で練習できるもんね。そうですね、部屋とかでねできるんで。さっきフルート吹かれてましたよね。あ、今日はやんないですけど、はい、2人ともフルート吹くので、フルート2本とかもやってみようっていう話とかになってそれもなんかさっき永遠とやってたよ。そうちょっとまあ話がねちょっとそれたんですけれども、微笑ましいみたいないいなみたいな。なんかまあ見ていらっしゃる方はご存知だと思うんですけれども、東京スカパラダイスオーケストラのメンバーでいらっしゃったり、もともとアイデップのメンバーでいらっしゃったりとかして、はい、そんなお二人がなんで今やってらっしゃるのかなという、その一緒にやることになった経緯というかきっかけをお聞かせいただけたらと。一番最初はさっき思い出したんだけど、とあるイベントで俺が詩の朗読でソプラノサックスやってもらったでしょ。そうだ、ね、そうですね、そうだよね。東京タワーのふもとでやりました。もう4年ぐらい前の話だと思うけど、谷中さんの詩ポエムを朗読して。詩の朗読とかされるんですか。詩を書くので、詩を、そうですね、読んだりもするんですけど、でなんかそれを読んでて、それに合わせて書くという、こう即興で。そうですね、非常に難しいことをいきなりやってもらって、それですごくその、はい、なんだプレー演奏ぶりが、うん、すごく感銘を受けて、こんなすごい人がいたら一緒にやりたいって言って、ずっとやりたいって言いながら何年も過ぎていったね。そうですね。その間に僕のライブに柳川さん来てくださいって、来てもらったりとか、うん、でこういうことやりたいですねとかって話をよくしてたんですけど、なかなか実現されず、でも去年つい、うんうん、
あ、じゃあなんかその朗読の日以来特にセッションしたりとか一緒に何かをやったっていうことはなかった？なかったですな。 CD をあの貸したりとかそういうのしてる学生か本貸したりみたいな。これ学生かこれいいんで、どう昔の学生か、なんかね面白い。友達になってから随分経ってからの結成っていう感じなんですね。なんかその構想はどんどんこう広がっていってたんですが、うん、映画音楽がすごい2人とも好きだから、はいはい、映画が好きで映画音楽が好き でその中の音楽のなんかこう話題とかそういうのをやって、うん、やってみたいよねって話をよくしてて、うんうん、映画音楽ってなんかいろんなジャンルが自由にあるじゃないですか、うん、まあ、クラシックっぽいものからジャズまでっぽいじゃないですか。大体あのモロクラシックっていうか、うん、クラシックっぽいものだったりとか、まあ、あの実際そういうあのオリジナルクラシックの曲を使ってる映画もありますけど、うん、大体クラシックっぽいものだったりとかジャズっぽいものだったりとかぽいものですよ、ね、あのラテン音楽っぽいものだったりで本物とちょっと違うみたいな存在感のところで、うん、結構そのこうなんていうんでしょうね、あのモンドな雰囲気がすごいやっぱ面白いなと思って、うん、僕やってるスカっていう音楽も割とそういう、はい、ところがあったりとかするので、うんとまあ、あのスカパラ自体も割といろんなこうジャンルのものをなんかジャズっぽいこともやったりしますけど、うん、でもジャズじゃないっていうか、うん、そういうところはやっぱ面白いので、そういうことをオリジナリティしながら自由になんか絵の見える音楽をやれたらいいねっていうことを話して、うん、そういう感じなんですね、はい、なんかさっきリハーサルで聞いてたら本当映画がこれから始まるんじゃないかみたいな感じがしてそうさっきなんかスタッフと一緒にそうそう話してていやなんか面白いね、なんか普通にねなんかサックス2本でこんだけ世界観が作れるんだとか思ってびっくりしました。さっき2人でフルート吹いてる時は大草原みたいな気持ちあ新しい曲が1曲またあったんです大草原を主人公1人が肩もなく歩いているみたいな。なんかあの最初にタイトルついてなかったのになんかタイトルをつけてえーとかって言ってませんでした。よくご存知ですね。紆余曲折を経てあの落ち着きましたね。新曲ね、ラバーズタイム。ラバーズタイム。それが本当にそのタイトルになるんですか。それをやめたんです。やめたんですね。言っちゃいましたけど。やめたんです。ハッピリエバーアフターに変えました。なるほど、それを今からやってくださるということですよね、はい、そうです。 あとあのそう2人で曲を作るときっていうのはどんな風にその作ってはるのかなっていうことがチピンポン言ったんですけど、なんかあの気にしないでください。某番組でこういうのありますか。ありますどうぞどうぞみたいないいですね。なんかでもあの限りなくこのホームパーティーに近い雰囲気のこうスタジオが最高ですね。これなんか木でねできてて真ん中辺に鍋があればバッチリじゃないですか。バッチリですよね。ちょっとね今日本当なんかあの正月なんで乾杯でもしようかと思ったんですけど、はい、忘れましたごめんなさいみたいな。まあ、でも鏡餅がここにあるし、ね、そう一応なんか正月らしさを出そうかなと。まあ1週間経っちゃってるんですけ ど、 どまあちょっと違いますよね、はいそんな感じであの曲をどういう風に2人で作ってらっしゃるのかなと。結構その原型は原型というかそのモチーフみたいなのはもうお互いがこう作ってきて、はい、であのリハーサルで合わせてアレンジを詰めていくとか、あとも大体それは吹きながら。そうですね、うん、そうですね、そうだね。でなんかまああのセッションみたいにこうやってるとこうなんかいいフレーズとかがなんか生まれたりしたりとか、絡み合いの部分でこうなんかコンビネーション良かったりとかするのがあるんですけど、割とこうそういうのもね取っとかないと忘れちゃうので。そうですよね。2人で吹いてもね気がつくとこう相手があの片手で吹きながらスイッチを押したりとかしてでもちゃんと録音はされてるんですね。音を伸ばしつつ伸ばして録音、うん、へえ、まあそういうことをこまめにやりながら。なるほど。録音しないとでも忘れちゃうじゃないですか。忘れます、ねね、うん、なんかそれがもったいないなって思って、うん、でも今日やる曲はあの割と僕の曲ばっかりなんですけど、バッチリアレンジを。でも一昨日のねリハーサルの時にはなんか藤枝先生のこう才能爆発の曲が何曲もあったので今日もやろうかなって思ったんですけど、まあ、それはやらないんです。ちょっとまあ今日は、あ、お楽しみでまた
改めて柳川さんに触発されてあの結構曲を作ったんですよね。すごいいい曲ばっかりですしかも、早く聴きたいんでちょっと今からライブの方お願いしてもよろしいですか。聞かせたいです、はい、じゃ あ, あのちょっと準備をしていただいている間にですね、はい、2分40秒ほど の, あの映像を見て音響講座なんですけど見ていただきたいと思います。で、今日はあのちょっと音声が入ってないんですね実は。でそれはなぜかというと、まあ、あの渡辺隆がやらかしたんですけど、あのそういったことで、放送事故ではありませんので2分40秒少々映像だけでお楽しみください。すいません。
ありがとうございました。すごい素敵なライブだったんですけれども、ちょっとすいません、私そちらに電気の方そうですね、この後トークがそのまま続くので、あ、すいません谷中さん、あ、一緒に行きますドタバタですね、すいません。あと椅子もお願いします。ありがとうございます。ちょっとね、アーティストの方にこんなことをしていただいて本当にとんでもない番組なんですけども申し訳ございませんそうなんです、もう本当になんかみんなボランティアで愛情だけしかない番組なんです一番大事なものがあるってことです、ね、そうです、素晴らしい、それだけです、素晴らしい、はあ、すごかったですねすいません、ありがとうございました。本当に、ではなんかさっきちょっとちらっとツイッターの方にもあったんですけれども、今日はもう本当にかっこいいかっこいいみたいな、二人が男前だみたいな、やったやりました僕もちょっと便乗させてもらって、いやいやいや二人とも男前じゃないですか。なんかでもかっこいいとか男前だって言われすぎてると思うんですけど、ずっとそう言われ続けてるとなんかしんどくないですかなんかいや例えば人間なんでライブ後の質問にしてはものすごくハードルが高いだよねいきなりもう何のことだっけっていう何のことだっけみたいな、はい、すいません、なんかだって谷中さんがおならしたりとか、例えばなんかちょっとゲップをしたりとかなんかそういうことをするとなんか残念に思う女子がいるんじゃないかなと思って思われてる
思われてそうじゃな感じだから、そうなんですか、ね、いつ気を抜いてるのかなと思うんですけど、気抜きまくりですけどね本当に知ってる人はもうみんな知ってるけど、でもなんかあの昔のスターとかはなんか転んでもあの痛いとか言わないみたいな人はちょっとね名前をあのね噂話だからね、はい、そんな俳優いるんですかね、いるんですよ、ミュージシャンの人、そういう伝説を持った人は、へえ、ガラスにあのホテルのガラスにぶつかって思いっきり、ね、あのみんなと別れるときにこうやってじゃあねって思いっきりガラスがあってバキンってぶつかったんですよで、それでその時は全然痛がんなかったんですよ、でなんかね、あのマネージャーかなんか一緒についてって、はい、でホテルの部屋まで送ってって部屋のドア閉めて行ってって言ったそういう人がいたらしいっていう、それは見上げたもんだな、それは誰かは忘れてしまったんですよね、ちょっと言っていいかどうかちょっとよくわかんない、そうですよね、はい、じゃあ内緒ということ、高橋幸宏さんに教えてもらった話ではありますが、そうなんですか、誰だかはちょっと柳中さんはぶつかっても痛い、僕は言いますよ普通にうずくまってなんかちょっとかっこ悪い感じにはでもならないんでしょうね、きっとかっこ悪いっすよ、じゃあ本当に家でジャージ着たりします、ジャージ着ますよ、あ、本当ですか、スウェットとか着ます、スウェット上下とかでうろうろします、スウェットの色がなんか変な色っていうわけではないですけど、はい、やっぱりそれなりのこうスウェットなんですかね、そうですねただあのあれですね、温泉とかはねあんまり好きじゃないっていうことがあったりするんですけど、あの何の話してんだよ音楽演奏した後何の話ちょっと今バレに書いてあった、温泉とか行ったりするとですね、温泉とか行くとなんかこう、はい、だいたい僕あの背があの高いんで、高いですよね、すごくあの昔の温泉とかそういう背の高い人用の浴衣とかなかったりするんです、あだからツルツルになるんですか、すごい短いみたいな、うん、あそれはすごいちょっと見てみたい、なんかやだなみたいなそういうの着るの嫌だなみたいな、そういうのはあります、とてもライブ後の話と全く思えないそう思えないですね本当私が本当すいませんあの音楽の話に戻していきたいと思います、であの事前にあのアンケートにお答えいただいてまして、まず藤枝さんの方に、まあ、これまでに、音楽のことなんですけどね、もちろん、大きな影響を受けたことはと、はいお伺いしたところ、はい、芸術家の岡本太郎さんとの出会いと書かれてたんですけども、はい、これはあのどういうふうに影響されたっていうか、前はあのこのサックス始めたのもあの、はい、ジャズサックス奏者にすごい感動して始めたんですけど、はい、でその岡本太郎さん その芸術に出会う前って言ったらあれですけど、結構サックスバカになるっていうか、サックスでサックスのことをこう表現ずっとしてたような気がして、それがなんかそのサックスっていうその手段というか、サックスでがこう筆になったようななんかイメージっていうのにこうそう広がりを感じたんですよね、音楽が音楽だけでしかなかったものがもっと広いところにつながってるんだなと思って、あのそれからすごい自由に発想できるようになったし、自分がやってることもこう捉えられるようになったと思ってます。かっこいいなんか俺への質問全然違うんじゃないですか浴衣が短いとかそういう話とは全くちょっと違うんですけど、なんか、はい、ごめんなさいじゃあラバーズタイムを次やばい、これはもうちょっとね藤枝さんにかっこいいね、お答えしてもらったので、ちょっと柳中さんにもその部分をちょっと引き出さないといけないんですけども、もう無理です、後戻りできない感じですね、はい、何でしょう、柳中さんは、その同じ質問に対してそのライブ全般でなんかこうその音楽感が変わるというか、大きな影響はそのライブの中で受けたみたいなことが書いてあったんですけど、それはあの具体的にどういうことなんですか、その音楽っていうのはもうライブ全般みたいな、あの、まあ、聞いてるときは、はい、あのリスナーとして聞いてるときはやっぱり分かんなかったことだったんですけど、自分でやってみるとやっぱりこうすごくこう、はい、なんだろうな、あの世の中で一番こう最大級のコミュニケーションの方法なんだなっていうことが分かってくると、やっぱり会話する相手がいての会話っていうか、お話だしみたいな、ね、音楽も聞いてもらう人がいての音楽だしみたいな、だからそういうことを考えて、まあ、ただ
あのステージ上立って演奏して、あの空気震わせてるだけだったんですけど、それによってなんかね、やっぱりこうちょっとこうラバーズタイムな気持ちになる人もいるかもしれないし気に入ってますね今日のテーマになりましたねなりましたねじゃねえ、何を偉そうに言ってなりましたねまあ、だからそういうのもあるかもしれないし、なんかこうやる気になったりとかね、勇気を得たりとかするわけじゃないですか。そうですよね、うん、そういう意味ではすごい、なんだろうな、同じ方向を向くっていうか、すっごい大きい会場でも音楽で同じ方向を向いて盛り上がってるっていうのはそうなんですね、すごいな。スポーツもやっぱり同じ試合を見てみんな盛り上がるわけですけど、2つに分かれてるじゃないですか、はいね、敵と味方と。そうですね、だからそういう意味では音楽はすごいな、敵がいないっていうか、ね、まあ、そういう戦いじゃない行くから、うん、すごいですね、すごい。なんかライブ会場に行ったことある人はみんなそれ多分1回は体感してますよね。そうなんですよ、音楽って実はやっぱりイヤホンで聞くもんじゃないんだっていうことが、ね、うん、やっぱすごくあると思う。私も絶対なんかそのCD はあくまでもこうそのライブに行くまでのこうなんていうか盛り上げっていうか、うん、だとそういうような気もするし、まあ、あとその日常の、そういうふうに思うのは普通だったんですけどね、うん、予習してこいよっていう話ですね予習してこいよまあでも偉そうなミュージシャン的に言うと、うん、日常の中に溶け込むのもその CD だったり、その、まあ、今だとね CD あんまり買う人いないかもしれないですけど、配信でみんな買ったりしてるし、それでもいいと思いますけど、ね、うん、ただやっぱりでもなんか音楽聴く環境っていうか、なんか、はい、音出して聴くっていうのはすごく、なんか空気を通して聴くっていうことはすごくね、やっぱおすすめしたいですけどね、やっぱり、うん、今いいのも出てるじゃないですか、はい、ワイヤレスのスピーカーみたいなとかで、はい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 、ね、だからああいうのとかでも結構いい音出たりするので、だからそういうのでこう空気を通じて間に挟んでこう、スピーカーに鳴らして少し大きめの音で聞いたりするっていうことがあると、なんか体で聞く感覚になる。実際ライブに行くとなんか低音はすごい下の方で聞いたりとか、そうですよね、ね、ベースでこうお腹のあたりで聞いたりとか、そういうことがあるわけじゃないですか、あります。だそれがまた感動を呼んだりとかすると思うんですけど、耳で聞く音楽ももちろんいいんですけど、やっぱ体で聞くとはすごく大事っていう。この間なんかテレビでKinKiKids の人がやってる番組見てたら、はい、なんかなんか科学のなんとかみたいな番組だったんですけど、はい、なんかそのなんか聞くことに詳しい人がなんか毛でも聞いてるとか言ってましたよ、産毛みたいな、すごい高周波みたいなのは 毛先とかでも聞いてる、だから鳥肌立ったりするみたいなっていうのも、はい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 、音っていうのもあるかもしれないですね、場合によってね、その、でもなんか、場合によりますけどね、ライブに行って鳥肌立つって本当ありますもんね、私なんか今変なこと言いました、すごい面白いポイント でこの感じがホームパーティーっぽい、ホームパーティーっぽいですね、この後の話を聞きたいよで、なんかあとそれ以外に音楽以外でハマってることっていうのがなんか神話学、民話学そうですねって書いてあったんですけど、民間伝承みたいなのとか、もうずっとなんかずっと好きなんですけど、はい、なんか神話に関する本を読んだりとか、要するにまあどういうことかっていうと、なんかこうなんて言うんでしょうね、人間感動するようなストーリーとかってそんなにものすごいいっぱい種類あるようでいて、元はすごくこう、はい、こんなにこう種類がないと思うんですよ、本当のところ。でもそのなんかバックグラウンドになる神話みたいなことだったりとか、昔話だったりとか、はい、言い伝えだったりとかっていうのがやっぱりこうすごく遺伝子に入ってて、でなんかこう感動できる。例えばシェイクスピアみたいなのも、やっぱり未だにやっぱ焼き直しとかでもシェイクスピアで感動できるっていうのは、やっぱりこう愛憎に関しては人間ほとんど変わっていないというか、だから同じようなことでやっぱり感動もするし、涙も流すし、喜べるしっていう、だからそういうのの元になるようなことがやっぱりこうストーリーとしてこう詰まったものがなんか神話になったとか、なんちゅうね、偶話とか童話とかの中にもあったりとかすると思うので、そういうのなんかね、いろいろ読んだりとか、それにその研究をしている本を読んだりとか、今は割と好きなので、それで自分詩も書くので、歌詞書くときとか、
そういうことがすごく そういうのが生かされてたりするんですね、ですね、うん、どういうことがやっぱり人の心にこうメッセージとして伝わっていくのかっていうのは、うんうん、短いものが多いじゃないですか、神話で短いっていうのは何ですか、短編、ね、短編っていうか、ね、多いですよね、ちょっとあらすじでもなんかなるほどっていうようなものがあると思うので、うんうん、携帯小説なんかあるぐらいですもんね、うん、なんか本当に結構短かったりするんですよ携帯、そうですね、うん、で続いて藤枝さんなんですけれども、昼型の生活ペースにハマっているという何ちょっと待って、また 逆に落ちみたいな、こっちがみたいな感じですよね、すかっこいい話いやでも、でも多分その最近早起きにハマってるとだっていい、それも別にあれですよね、ミュージシャンって、うん、夜型が多いってすごい言われますけど、うん、結構そんなことなくないですか、今は、ね、朝からやってる人いますよ ね、 すね、スタジオに入って、ね、いや 今は早いよね、そうですね、まあ、前がそのどうしても夜12時過ぎたあたりからなんとなくこうやる気になってきて、うん、曲作り出して朝方になって寝てみたいな感じの、うん、こうサイクルになっちゃってたんですけど、うん、それなんか朝方に変えてみたらすごいこう調子いいなっていうか、はい、気持ちいいなって感じです、うん、いや結局ね、人はなんかこう日が昇って元気になって日が、あ、まあいいや、ごめんなさい、と何ですとなんかその人と共に生きてる のかなと思って、人はそうですね、なんか変なこと言っちゃったからね、本当にそうですまあ そんな感じで、昼型のスペースじゃない、そでもそのスペースじゃない、スペースで昼型のスペース、宇宙昼型の宇宙、昼型の宇宙ですね、昼型の宇宙ですね、どういいでしょうね、いや早起きは本当気持ちいい、昨日はなんか早く起きすぎて、こう早起きをしてますみたいなこと言うと、はい、なんか自分の多分無意識の中に もっと早起きみたいな感じになっちゃって、うん、早起きしすぎて日のこう出るぐらいにこう起きてとかになっちゃって、え、4時とか5時とか、そうそう5時ぐらいに起きてますから、極端だ、そうそう、でもう6時ぐらいにはもう寝るみたいな感じで、まあ行き過ぎちゃうんですよね極端なんだよ、おじいちゃんじゃないですか、そうそうそう、夕方だからあの夕飯が5時とか6時なんだっていうことをちょっと感じたりしたんですよね、ありえないなと思ってたことが、あ、うん、こういうことから早いんだって起きるのが、だからもう、ね、活動時間がね、はいはい、すいません、そんな、いえいえいえ、とんでもない、夜中3時4時でももう思いっきり飲んで次の店行こうとか言ってるやつ、ただ起きる時間が遅かったりする、あ、そうですよ ね、 ね、うん、そうそうそう、お前昼間寝てた、うん、そう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 あ、それはちょっとなんか2人にあと1個だけ聞いてみたいことがあったんですけど、結構音楽歴長いじゃないですか、今若いミュージシャンがいっぱい、ね、いますけれども、なんか、なんだろう、続けていくためには何が大事だと思いますかみたいな、なんかその若いアーティストに向けてなんか一言ずついただけますでしょうか、続けていくには何が大事ですかねっていう、でも俺先でいい落ちだよ。落ち。嘘。冗談です。うん、そうですね。続けていく、ね、やっぱ基本的にまあ一、はい、人で音楽やる人もいますけど、やっぱりもう二人とかでもそうですけど、やっぱ、はい、複数やっぱりいる方が音楽、僕は大所帯のバンドやってますけど、はい、一緒にやる人がいた方がやっぱ音楽楽しいですよね、うん、そうすると結構それだけでこう盛り上がっていけるっていうか、うん、なんかこうお互いの見せ場とかも作りながら、なんかね、今度は俺の見せ場とかね、そういうことができる、うん、できれば交代でできれば盛り上がっていくし、一緒にやる仲間ってすごい大事かな、例えばなんかスカパラ見てちょっとサックス始めようと思うんですとか言って、はい、どうすんのって一人で練習してますみたいな感じだとやっぱすぐね、うん、途中でなんかなくなっちゃいますよね、しまっちゃったり、ね、なんかやる機会がなくなってくるじゃないですか、まあ管楽器なんか特にそういうなんかやっぱりこうバンドでやりたい感じの、ね、楽器だと思いますけど、ひたすら一人で練習しててもね、やっぱちょっとつまんなくなっちゃいますよね、やっぱ一緒にやる人がいた方がいいでしょうね、うん、はい、藤枝さんお願いします、なんですかね、
落ちっすよ。まあでもね、そう好きだから好きなら続けられる。なるほど。まあでもね、本当に好きじゃないと続けられない。本当に好きだからこそやっぱ続くんだなって思いますよ。やっぱそこがなんかその、うん、そこになんかちょっと違う理由がなんかこうあったりすると、やっぱ、うん、なんか人間ってやっぱそっちに行くじゃないですか、うん、本当に自分が気持ちいいとかって求めてって、うん、やっぱその自分が気持ちいいとか音楽じゃなかったらそれでいいと思うんですよ、うん、だそれが自分はやっぱ音楽にそれをなんかこう感じてたりするんだと思うし、っていうことがこう続く、なんて言うんでしょう、一番の言葉が出てこない、一番のなんて言うんですか、要素、要素、はい、だと思ってますね、うん、だから、うん、まあ、続けられる人は続けられるってことなんじゃないですか。わかりました。そうそう、ね、そうそう、無理に続けることはできないですよ。まあでも多分すっごい好きっていう気持ちが強い人は多分続くんですよね。た楽しみ、うん、ね、そこに楽しさとか、うん、こんなもうすげえ辛いとか思ってこうサックスを吹いたらあなんか気持ちいいなとかこう思っ、うん、なんかそういういつもなんかあるっていうのがやっぱずっと続くものなんじゃないですかね、うん、その通りね、はい、というわけで、もう本当にあっという間だったんですけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。最後にまた告知などで登場してもらいますので、そのまま見続けてください。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。どうも。次のもすごいですよ。ね、次のもすごいです。すごいですよ。それでは次、もう登場していただきますが、本当にすごいですよ。さっき私が舌が回らなかったんですけど、声の魔術師ですかね。丸さんと丸さんと伊藤さんを登場していただきましょうか。ピースオブカインドです。あ、混ざってる。ピースオブケークです。ごめんなさい、本当にごめんなさい。もうライブも見に行ってるし、マルさんと飲んだこともあるのに間違えるという大失態を犯してしまいました。はあ、バタバタで。いやいや、名前は間違えるし ね、本当にホームパーティーにお招きいただきました。そうですね、ようこそ、ようこそお越しくださいました。いや、ありがとうございます。いやー、本当にね、すいませんね、はい、なんかとんでもございません。後ろで楽しく聞いてましたよ。本当ですか。はい、そうですね。出てきて最初にすいませんっていうこともないと思うんですけどね。いや、だって名前間違えたから。あ、まあまあまあ、まあ、でしかも、はい、ピースオブケークの、はいはい、ピースが、はい、表記で平和の方になっちゃってしまっ、はい、あ、平和のピースね。はい、平和のピースって書いてたりとかしてる時もありまして、はい、本当に申し訳ございませんでした。はい、冒頭で。これピースオブケークってどういう意味なんですか？ピースオブケークは、はい、まあ慣用句ですね。英語の慣用句なんですけど、うん、はい、楽勝だねっていう意味の。おお。それはまあ直訳するとまあケーキのね、ひとかけらっていう意味ですけど。うん、じゃあもう俺ら楽勝やと。そう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 、そういう心構えで。そうですね。はい。おお、そうですね。やっていこうぜと。いきなりもう確信で。の話に行きますね。いや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 、はい、とりあえず最初聞いとこうかなと思ったんですけど、はい、最初に言った声の魔術師、魔術師、はい、はい、息吹の手品師、手品師、はい、ということで、声と息とで表現されている世界最小のアカペラグループ、そうですね、グループというか、はい、まあ、ユニットですね、二人ですからね。はいはい、でそもそもお二人はお二人ともなんか結構長く音楽されてます。まあ長いって言っても10年強というか、僕は12年ぐらいで、うん、彼は15、6年目に入りますね。はい、そんな個人個人でもやってらっしゃるじゃないですか。はいはい、お二人がどういうふうに出会って、どういうふうな形で今の、うん、その世界最初アカペラユニットを作ることになったんですか。もともとは僕がある都内のジャズバーで、はい、鍵盤の永田ジョージという男と、はい、常にゲストを一人入れて、はい、ライブを毎月やるっていう企画を、毎月必ず二人に鍵盤の彼と僕のところにゲストを一人入れてやるっていうのをやってたんですよ。はい、でその時にその永田ジョージが面白い人がいる、うん、ここに絶対入れたら面白くなるっていうんで、連れてこられたのがこの彼伊藤大輔だったんですけど、はい、その時に彼がこの声の魔術師、息吹の手品師っていう安い興行みたいなジョージ君がねタイトルを鍵盤の
これ自分たちで名乗ってたらちょっと痛くない？そう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 確かにそう僕らを引き合わせたそのジョージ君っていうキーボードの彼がライブの企画をするときにそういうふうに言ってくれたんですね。そう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 、うまいこと言わはりましたね。そうですかね、うん、すごいと思って、私もなんかその人にキャッチフレーズ作ってほしいなと思って、はい、キャッチフレーズまあ私の話はいいんですけど、そうです、ね、考えましょうか僕らで今いや大丈夫です、はい、で、まあ、お二人がそこで出会って、はい、うん、でなんかやっぱりこうビビッときたんですか。そうですね、最初にそのライブの中で、まあ、セッションをやったんですよ、うんうんうん、あの3人でやってるんですけど、はいはい、それぞれ2人で、あの演奏する1曲ずつやりましたね。コーナーをやった時に2人で何をやるって言った時に、うん、まあ、ボーカルと、まあ、僕はボイスパーカッションなんで、はい、パーカッションじゃないですか、うん、で、まあ、何をやるにしてもとりあえず、まあ、あの曲があるわけじゃないんで、うんうん、セッションであの完全にフリーでやってみようよっていうことで、はい、やっいきなりフリーやったんですか。いきなりフリーです。そうだったんですね、初対面だったんですよ、その日が僕らは、うん、だからどんなことできる人かも知らないし、うんうん、それがだからそのなんて言うんでしょうね、まあ、即興なんで曲っていうか、うん、2人で音をなんか紡いでいくような感じだったんですけど、うん、すごくこうそれこそ、うん、藤枝田さんもおっしゃってましたけど、映画をなんか作るような気持ちでなんておっしゃってましたけど、なんか短い映画のようなの2人でこう紡いでいけたんで、うん、その感覚がすごくこう同じっていうか、意外とやっぱ音楽って本当に同じことになっちゃいますけど、音楽を自分の楽器とかパートでするっていうだけの人がやっぱり、それももちろん素晴らしいんですけど、なかなかその視覚的なものだったりとかね、そう映像が見えるようなっておっしゃってましたけど、そういう感覚の人って、まあその感覚が合う人ってなかなかいなかったりするんですけど、なんかぴったり合った感じがその時したんですよね。でこれはなんか2人だけでも面白いかなと思ったのが最初のきっかけだよね。それはいつ頃だったんですか。もう一昨年になるんで、年明けたんで一昨年の夏、8月ですね。へえ、でもう組まれやろうぜってなって、もうその、はい、即次の日から練習みたいな、そういう感じなんですか。いや、そうはならなかったね。いや、ね、多分その後3ヶ月ぐらい後にまた同じセットで3人でライブがあったんですよ。であのこの間の8月面白かったねなんて話をして、うん、また11月にライブをやって、うん、でもうその時に、まあ、あの2人でもやってみたらどうかなっていう話がちょうど、なんかすぐってわけでもなかったの、うん、そうですね、面白い人がいたもんだなっていう感じで帰りましたね。お互いに、うん、解散して3ヶ月後またなんか同じメンバーでやるんだけども、うん、2人で、うん、どうだいみたいになって、その時やったんですか、うん、2人で。その時も何かしらやってるとは思うんですけど、そうですね、うん、でもあの特に何をやったっていうことは覚えてないですね、うん、覚えてないっておかしいですけどその場でやってるので、うん、そうだね、記録に残ってない限りは何をやったかっていうことは、あ、だからそれこそ本当にさっきのあれじゃないけど録音回せばよかったんですけどね、うん、ああそうですね、本当だ、過ぎ去ってしまったんです、うん、あでもなんかツイキャスっていうんですか、うん、あれで流したりとか、あれは全部残ってたりするんですかね。あれ1回目のライブですね、そのさっき話した初対面の時のライブっていうのだけがたまたま音源に残ってて、お店で録音してくれてたんですね。あ、そうなんです、録音してくれたかったんですね、勝手にね、勝手に、うん、勝手に言えよみたいな、マスターがね、マスターが個人的に楽しむためだけに撮ってるらしいんですよかなりいい音でね、しかもいい音で撮ってくれたんですけど、いやすごい、私それ多分見てるんですけど、はい、あの聞いてるんですけど、はい、すごいいい音で撮れてるなと思って、自分たちでやったんだと思って、はい、すごいなと思ってたんですけど、いや、お店の方が勝手にもともとちゃんとしたそのエンジニアさんなんですよね、そのお店のマスターが。あ、だからあんなに綺麗やねんや。そうすごい、わかった、うん、はい、というわけでね、そろそろもう、はい、あのね、あの話しててもなんなんで、はい、話しててもなんですか、ライブを何だったんでしょう、結構話して、はい、なんか失礼な感じです、はい、いや、とんでもないです、はい、本当そういう意味ではないんですけど、はい、まあ、聞いていただいた後に話すと、はい、もっと盛り上がるかな、はい、ということで、だって、あの、分からないじゃないですか、まあ、そうですよね、出てきて、もう二人が出てきて楽器も持たずに手ぶらでやってきてね、うん、なんや声の魔術師や、はい、息吹の手品師やなんて言うて、はい、
どんなもんなんやっていうのをちょっとあのとりあえず見せとけっていうことなんですよ。なるほど。なんですかね。なんか突っかかる物言いをする人ですね。すいません。なんかね、あのたまにね大阪で飲んでると隣カウンターの隣にこういうお茶いますね。ああいるいる。なんものもんや。好きですけど。やっとけ。うん、やりましょうよ。なんぼでもそういう人好きですけど。はい。はい、というわけで、はい、とりあえず本当にやって、はい、あ、いいんですね、やっていただけますでしょうか。もちろんですよ。それをしに来てるんで、はい、いいですか、じゃあ、はい、じゃあ、ちょっと準備を、私なんで立ったんだろう、準備をしていただいてる間に、はい、徳差健吾さんの、はい、クラシック講座を、あ、これはちゃんと音声がある、はい、あります、はい。楽しいクラシック講座をご覧ください。はい、はい、皆様明けましておめでとうございます。今年もですね、2013年ミュージックシェア並びにこのクラシック講座、どうぞよろしくお願いいたします。やっぱりですね、新年最初の放送ですから、何か縁起のいい話をしたいですね。例えば初日の出とかね、皆様ご覧になったでしょうか。この初日の出、まあ初日の出までいかなくても日の出ですね、日の出を扱った音楽についておしゃべりしたいなと思うんですけども、クロード・ドビッシーの海という作品があります。海ですね。これの第一楽章にはこういう副題がついてるんですけども、夜明けから真昼までっていうタイトルですね。これはどういうことかというと、太陽です。太陽の位置、ケブル大気の中から太陽がゆっくり顔を出し、それがこう真昼に向けて一番高いところに登り詰めていくっていうね、それをこう描いた音楽、海という作品がありますけども、今日はまずそれを聞いてみましょう。全部聞くと時間終わっちゃいますので、その一番最後のシークエンス、一番高いところに登っていこうっていうシークエンスを聞いてみたいと思います。どうぞ。登り詰めておりますけども、作曲目線でこの部分を聞くと、すごくこういろんな天才的だなっていうポイントがいくつもあるわけですけども、今日はポイントを一つに絞って、クライマックスはいかに作られているか、あるいは太陽はいかに昇っているか、日はいかに昇っているかっていうね、この音楽の中でそういう話をしたいなと思うんですけども、この音楽、今聞いた部分の音楽をすごく簡略化して必要な部分だけを取り出して聞いてみたいというか、まあ、僕が弾いてみたいと思うんですけども、ちょっとやってみたいと思います。こんなんですね。みたいな感じになるわけですけども、このクライマックス部分、こうなりますね。この部分。まあこれファなわけですけども、このトランペットが吹いてます。こういうメロディーですね。これ続けて聞いていくと、ずいぶん盛り上がったなと。クライマックス来たなーってなるわけですよ。そして、まあ太陽の表現で言うと、高いところに登ったなーっていう感じがします。で、実際、音は登ってってるわけですね。でもこれたった、まあ3音から出てるわけ、できてるわけですね。登ったなーっていう表現が、たった3音、これドビッシー天才だわと思うわけですね。しかもやっぱり3音で登ったっていう印象をつける、やっぱり技があって、例えばこう弾いたらあんまり登った感じしないと思うんですよね。コードは一緒です。でもドビッシーはこうやって作ってるんですね。ここポイントなんですね。これコードは
B フラットマイナーなんですけども、これが正しい位置です。その直前はこうなってます。これ気持ち悪いわけですね、実際は。まあ、例えば、お辞儀があります。これをうんってなるところを作るではなく、さらに言うとこの太陽の表現、引力の表現、このドとミ、ドとミフラットですけどね、どこに行きたいかっていうと、これ和音の引力があるわけですね。ここに行きたい、登りたい、登っていきたい、これたったこれ2音ずつなんですね。たったこれだけで高い高いところに太陽が昇っていくっていう表現をなすこのドビッシー、歴史に残るな、これきっと歴史に残る。Breath, melon, beats a heartbeat of music. Voice, Daisuke, Ito, draw the scenery of sounds. We don't need any instruments. We just need our body and soul. Yes, we are the piece of cake. Are you ready?Let's start from ABC. All we can set you free. Hey, you, oh, can't you see? Don't you know that BOC? You wanna know?XYZ, still early to end this week. Don't worry about anything, dear. Yes, we're the POC. No need to care about TPO. Release yourself, believe yourselfSo just believe in us. Breathe, are you ready for this? Welcome to Wonderwall, you know what? And then sing, this is feel like a kiss. No, no, it's sweeter than a kiss. A kiss to be to get on your feet. Everything's a B.O.C. No need to care about TPO. Release yourself, believe yourself. So just believe it up. Breathe, are you ready for this? Welcome to another world, you know what? And then sing, this is feel like a kiss. No, no, it's sweeter than a kiss. Breathe.Are you ready for this? Welcome to another world, you know what? And then sing! This is feeling like a kiss. No, no, it's sweeter than a kiss. A kiss to the beat, get on your feet. Everything's a POC. Yes, we are the POC.
いや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 、ありがとうございます。ありがとうございます。喋るんですね。喋、ね、りましょう。喋るんですね。我々のライブは喋りがありますから。さっきはだってかっこよくずっと曲続けて、そうですね。トゥーオーバーカインドさんはもう曲がどんどん続きましたけど、僕らは喋るんです。我々はもう3曲分ぐらいはここから喋っていく。3曲分終わっちゃうよ、もう。そうだね。はい、今の曲はですね、V on B という僕らのオリジナル曲でございました。はい、ね。はい、まあ、歌詞ちょっと英語だったんですけど、まあ、息と声だけで、音楽を表現するぞっていうそんなような、曲でございました。はい、でまあ元々はですね、2人ともちょっとまあジャズの畑でも活動したりしてるっていうのもあって、うん、はい、僕らのレパートリーにはジャズのスタンダードナンバーも何曲かありましてですね、2曲ぐらい、ジャズのスタンダードを続けてやってみたいと思います。2曲とも多分皆さん聞いたことがある有名な曲なんじゃないかなと思います。早速ではお送りします。Dum da dum ba ya ba na ba na dum 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 na dum dum da dum ba ya ba na dum na dum 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 ba ra ba ra dum dum ba ra ba na dum ba ra ba ya ba na dum da 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 I got rhythm, I got music, I got my girl who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my girl who could ask for anything more.Oh, man, trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got daydreams. I got my God, who could ask for anything more? Who could ask for anything more? Dum 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 dumI got rhythm.I got music. So down, 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 I got rhythm. I got music. Who could ask for anything more? See, I got rhythm.I got music, I got my God who could ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my God who could ask for anything more. Oh man trouble, I don't mind them, you won't find them round my door. I got starlight, I got daisies, I got my God who could ask for anything moreSummertime, and the living is easy. Fish are jumpingAnd the cotton is high. Oh, your dad is rich, and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Do do do, do 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 do, do 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 do.Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high.Your ma is good looking. Do, do, do. Do, 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 do.
So harsh, little baby. Don't do you cry. Do 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 do. What up this morning? Do 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 do. You're gonna rise up singing. Do 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 do. Then you spread your wings. Do 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 do. And you take the sky. Do do do. Oh, that is me. Do 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 do. And your mind is good looking. Do 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 do. With daddy and mommy standing by. So do 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 do. Summertime. Do 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 do. And the living is easy. Do do do. Fish are jumping, do do do, do 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 do, and the cotton is high, do do do, do 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 do. Oh, young daddy's rich, do do do, do 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 do, and your ma is good looking, do do do, do 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 do. So harsh, little baby, don't you cry. So do 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 do. ありがとうございます。はい、また喋ります。はい、ここで喋ります。ね、喋りましょう、また。はい、I Got Rhythm、それからサマータイムという、両方とも、ガーシュイン兄弟の書いたジャズのスタンダードをですね、2曲やってみましたけれどもね、なんかやっぱ普段のライブとだいぶこう勝手が違いますね。そうなんですよ。カメラにね、これ今25台ぐらいのカメラが。そう。25カメ。ところ狭しとね。赤いのが光ってるところを見るってやつですね。そうですね。はい、どれなんでしょう。全然わからないですね、はい、こちらから見ててもね。いやなかなか楽しいですね、こういう状況で演奏するのもね。そうだね。せっかくですから、でももう一曲、ね、はいはい、ちゃんと僕らのアーティスト名は今日はね紹介していただけませんでしたけど、いやいやいや、ね、そのまあまあフォローありましたけど ね、ありましたけど、ピースオブケーク、どっちで覚えていただけるか興味ある方がね、いやいやいや、そう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 、ピースオブケークというユニットなんですけど、そのユニット名の由来になった、曲で、僕の昔書いたオリジナル曲なんですが、あ、ピースオブケーク、もう楽勝だねという、お気楽なナンバーを僕らのライブコーナー最後にではやってみたいと思います。はい、
Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, worry after we sing. Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, worry after we sing. Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, worry after we sing. Do da 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 Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, worry after we sing. Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, worry after we sing. Happiness will come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  for you. Happiness will come for you and 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 you. 順番に行こうか。 Happiness will come for you. Happiness will come for you and for you. And for you and you and you. And for me. For everybody. Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, worry after we sing. Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, let me sing one more time. Singing that, shake your body, forget about your sadness. Happiness will come, worry after we sing. ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや。ありがとうございました。ピースオブケークでございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、そうです。ちゃんと言いましたよ。それです。ありがとうございます。そのやつです。はい、そのやつですね。ピースオブカインドって言ってしまったし、ああ、まあ、さっきの混じってるしみたいな、はい、ね、混ざっちゃいますから。あかんかん。ピースオブケークでした。はい、はい、というわけで、あの椅子もあの、ね、戻りましたので、これ僕らもうしばらく喋っていいんですか。はい、あのもうちょい、俺手伝うから。そのために早よライブやってって言ったんやん、さっき。このままでいいんですかね。こっちの方がいいの。あ、こっちの方がいいですね。はい、マイクを変えた方がいいですか。マイクを、はい、トーク用のやつに、あ、で、あ、こっちに、はい、お願いします。プチッと。ありがとうございます。いやいや、面白かったですね、ライブね。なんか自分で真っ先にね、面白かった自分で言うんですよ、やばい、逃げられたかも。楽しかったな。私がなんか変なこと言うと思って、いやいやいや、思ってません。大丈夫ですか。そんなことない。だいたい僕らね、率先して言っていくんです、そういうこと、はい、自分たちでね。なんかあのライブの曲間のトークが、はいはい、すげえうまくて。お、そこだけですか。自分のトークしょ、ね、しょぼいなと思って、まあ、ちょっと反省しながら、いやいやいや、こんなねトークねいけてる人に、いやいやいや、何をやってんやろ私みたいな。この後がやりづらくなるんですよ。そうですね。それにそんな、ね、トークの話でそんな膨らませていいんですか、ここは。音楽の話をダメだダメだ、はい、全然ダメ。していただきたい、うん、はい、で、あのお二人にも事前にちょっとアンケートにお答えいただいておりまして、はい、そうでしたね。まあね、ちょっと音楽で、影響を受けたエピソード、はい、音楽に関してね、はい、お二人にもちょっとお尋ねしていきたいんですけれど、まず伊藤さんが、ね、はい、あ、たくさんありますけどね、うん、
あのやっぱアンケートに書いた通りのこと言った方がいいですね。うん、対応します。ちょっと不安なんでアンケートの、ね、通りに言いたいと思いますけれども、ね、はい、じゃあそれでお願いします。あんまりそのでも有名というか誰でも知ってる方ではないんですけど、はい、ボビー・マクファーリンというアメリカの、まあ、エンターテイナーがいまして、もともとコメディアンなんですけど、なんか声で要するに何でもやりますみたいな人なんですよ、はい、その人のあのコンサートのビデオを僕音楽の専門学校に行ってたんですけど、はい、そこの先生が授業中にこう見せてくれて、うん、でまだ18かの頃なんですけど、それがあまりにもびっくりする内容で、うん、やっぱ当時、まあ、歌は好きだったんで、まあ、もちろんあのその学校に入ったんですけど、うん、声だけで何かするなんて前提にないんですよ、頭の中に、うん、でもその人ボビー・マクファーリンという人はもう声だけで2時間ぐらいのコンサート一人で、すごいお客さんがバーってたくさんいる中でお客さんともこう遊びながらやるのを、もうたった一人、もうたった一人なんですよ、声だけ、声だけですね、マイク一本なんですけど、しかもなんかそのなんていうんですか、マニアックだとかすごい難しそうだなとかっていうことよりも、うんうんうん、楽しくて笑っちゃうっていうか、まあ、エンターテインメント、うん、そういう風になショーになちゃんとなってるっていうのは、うん、逆にそのとってもやっぱり技術もねある人ではないとなかなかできないと思うんですけど、それも感銘を受けまして、でなんか逆にああやっぱりアメリカの人はすごいんだなっていうよりは、もうそういう人が言ってくれるっていうので、あそういうこともありなんだみたいな、声だけってもありなんだっていうので、今の僕の割とパフォーマンスにすごくやっぱり影響を与えてくれた人ですね、彼はね、はい。その方を見て自分もその声だけでなんかいろいろやってみようって思った、ね、そのきっかけ、そうですね、その時はやっぱり、ま、あの学生だったんであれですけど、はい、しばらくして、うん、僕はまさっきちらっとね言ったんですけど、うん、ジャズの畑でもともと活動してるんですけど、はい、その7、8年ジャズの世界でやった頃にそのお店のなんかブッキングミスかなんかで、うん、穴が開いちゃったとスケジュールに、はい、でとあの突然連絡が来て、うん、もし空いてたら何かやってって言われて、いいですよって言ったんですけど、まあ、他にやっぱり日にちが迫ってたんで、一緒に共演するミュージシャンが捕まんなくって、はい、でやっぱりそのボビーになってたこととかを思い出して、ちょっとトライしてみようみたいな、それからその、すごい、一人でやったんですかその時、その今から7、7年ぐらい前なんですけど、初めてそのやろうと思ってっていうよりはそういうきっかけがあってやってみたら、まあ思ったよりできた部分もあれば、もちろん全然できない部分もあって、これは企画ものっていうよりはもう自分の中でずっと続けていった方がいいかもしれないっていう一個ね、一個ライフワークとして、それからそのソロのパフォーマンスもちょっと始めたんですけどね、基本的にはやっぱ誰かとユニット組んでやるってことが多いですけど、その時の、はい、ちなみにそのやったパフォーマンスみたいなのちょろっと見せてもらうことは可能ですか？そんなにゆったりとした尺が取れるんですか、この番組は。この後大丈夫ですか？いや、まあ、ちょっとみたいな。あ、そう、わかりました。いいですよ、じゃああっちのマイクの方がいいですかね。あ、それでも、あ、どっちでもいいですけど、うん、はい、よければこのままの感じで。わ か,、はい、かりました。あと10分喋れますという今ね。それは僕だけということですか？違うよ、全体でね。ちょっと待って、おいおいおい、控えてるよ。っていうかここにも控えてるよ。あと10分しかないんですか、逆に。やってる暇あるんですね。うん、じゃあもうパッとやりましょうか。はい、さっとね、さっと。いや、まあ基本的にその時はあのループマシーンといって足元に機械を置いてリアルタイムとの声を重ねてっていうパフォーマンスをしたんですけど、はい、マイク1本でやる曲をじゃあ簡単に、ルル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 
though it's breaking, waiting on the round cloud, I'm seeing the sky, and you goodbye. If you smile, I through your feet, that sorrow, smile, I wasn't letting you suffer sorrow. You see the sun come shining through. Now is the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. We おすごい気が散る。ええー、うん。いやまさかだって2番に行くと思わないですよ。通行ラス目行くと思わない。いやあのね、長い。みちおさん、みちおさんね、あなたが振ったんですよ。いや、それは今見ただって通行ラス目に入った瞬間にスタッフさんがみんな台本をこうバラバラって時計を皆さんこうチェックして。いやもう振られた方としてはね。あとどんくらい喋れるかな。かなり今。かなり今短くして今ぐらいですか。私がすごいね言っちゃったもんだから。とんでもないですよ。 ありがとうございます。それはもう本気でお答えしないとと思って。いやもういいです、僕の答えで普通にいいですよ、はい、まあ、僕の尺が削れるだけなんで大丈夫です。どうぞどうぞ。問題ないです。はい、であそう、はい、じゃあまるさんはうん、まず、はい、そうなんです、あのうちのこのミュージックシェアの ADで、はい、AD やってるんですけど、本当は本業はあの俳優、俳優さんですね。まあ本当にいろんなテレビに、はい、のドラマに出てる俳優が、はい、池内万作というものがおりますが、はい、どうもって出てるけど、はい、どうもっていうカンペが出てますけどね。万作さんが、はいはい、ね、ジャニーズの相葉なんとかさん、相葉、うん、あの言うならちゃんと言いますよ。そうですね。相葉まさきさんのね、相葉まさきさん舞台で、はい、僕あの彼とご一緒したんです。一緒 し,、はい、したのは私が見に行って、はい、ね、ボイスパーカッション、そうですそうです、大活躍をされて、ありがとうございます。お芝居の前で彼は演奏家としてやってたんですか、その時。あの要は劇版というあの、うん、ステージ上にバンドがいて、うん、それの中の生でね、はい、演奏が その芝居ね、でその時にお会いして、はい、あ、なんかこの人すっげえなと思いつつ、ありがとうございます、はい、ようやっとなんかこう、そうですね、一緒になんかやっとね、何回か飲み行ったりしましたけど、ね、そうですね、はい、まあまあそんなことはさておき、はい、さっきのあのアンケートなんですけど、そうですね、ひどいね、私今日、まあ、何を喋ってもね、そんなことって片付けられちゃうんですよ。ここまあそれはもう、ね、なんかあと6分とかさ、はい、いっぱいカンペ出されるからさ、行きましょう行きましょう、あの山にこもることみたいなのが急だな。何何何、ちょっと待って待って、質問が分かんないと山にこもることとか言ってさ、違う違う、この流れやん。あ、でもちょっと一回切れたから私が悪かったけど、 そ、ね、その、はい、音楽に関して影響を受けたエピソードを、そこに戻るわけだ、はい、そこにごめんな、はい、山にこもることって書いてたんだけど、はい、こもってるんですか。こもることがあるんですよ、あのよく。本当に、はい、何してんの。いや山でね、音を聞くんです、自然の音をひたすらに聞くんですけど、なんかあのなんだっけ、ヒーリング CD みたいなのあるじゃないですか、あるあるある、セテラギが、うん、なんかひたすら入ってるとか、ずっと波の音だけの CD 聞いてた時ある。そうそうそう、そうでしょ、うん、で僕もあの聞いてたことがあって、うん、であれが時々、うん、人が作ってる CD より売れるじゃないですか。なるほどね、うん、ありますね、確かにね、売れる。僕それがすごい不思議で、うん、人間が人 の, こ、うん、の感情のことをおもんばかって歌詞を書いて、うん、一生懸命勉強して練習して作った曲より、うん、ただ風が吹いてると か,、うん、かこう川が流れてるとか、そういう音の方がみんなが求める時があるっていうのは、これどういうことなんだろうなと思って、うん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 、小鳥が鳴いたら気持ちいいじゃないですか、森に行って、うん、でも小鳥は別に練習もタイミングも見計らってないじゃないですか、うん、好きにやってるじゃないですか、うん、それが気持ちいいのがあのすごい不思議で、うん、人間も普通にどんな時でもバッて声出したら気持ちいいことがあるはずなのに、うん、同じ感覚で言えば、うん、そうだね、なんか練習して、うん、考えて考えてやっていくとどんどんそこから離れていってしまってるんじゃないかと思って、うん、そのなんか一生懸命考えて作った CD が、とこに気がつきましたね。ありがとうございます。うん、うん、すごい、そうそう、なかなか高いところから、うん、すごいわそれ、はい、そう思って、うん、なんかあの森に入って山に入って音を一日聞いて、うん、録音するんですか、その時。え、その
鳥の声とか録音します？しません、しません、その場で。あ、で聞くだけで。なんかずっと座ってて出したくなったら出すんですけど、うん、自分の音が邪魔だったら引っ込めるんですよ、その世界観に。あ、これだって出してもいいかな。すごい修行や。そうそうそう、ね、そんな感じですよね。そう、修行で、修行です。あの、でもそういうことやってるとすごい楽しくなってきちゃって、うん、なんかあの、まあ、すごく自分持って帰って、もちろんそのライブは街でやるんだけども、人の前で、なんかそういう時にもなんか一個の音が染み渡っていく絵をすごいイメージしてやれるようになったりとか、でなんか音楽、まあずっと音楽いろいろやってきましたけど、山にこもるようになってから急にちょっとまた世界が開けたっていうか、自分の中で開いたんですか、悟り。あの、なんていうかな、悟りを開いたって自分で言うほど安っぽいことないじゃないですか。そうですね、悟り開いたんですよっていうのはないですよね。見えてる、うん、僕あの悟り開きまして、インドに行ってね、悟り開きましてねみたいな、うわこいつやべみたいな。でもね、面白い感覚はすごくありましたね。そうだろうね、うん、あ、でもそれはね、本当にすごい、今日なんか、なんだろう、マルさんが喋った中で一番なんか感心した。あの僕まだ大して何も知れないんですよね。もうあの、僕らが感心したことを喋るかどうかはもうほとんど道夫さんにかかってますからね。そうだよ、本当にごめん、本当にごめん、なんか今日終わったらそのままアフターでなんか流します。なんか喋り、なんか私がもうお任せしますけどね。はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですよ。なんかでも魅力は伝わってると思うんですよ。よかったです。もうそれじゃなかったらもう僕ら悲しいですからね。うん、せめて僕らの魅力が伝わってればいいなという。もうやだ、誰か変わって誰か変わってほしい。いやいやいや、もう道夫さんがサジを投げたらもう僕ら二人で喋りましょうか。あ、ほら出てますよ。本当だ、 MC しっかりしろとか書かれてカンペが。さあ、じゃあ楽しんでいただけましたか。でもすごい楽しかったです。私あの初めてお二人のあのライブを見に行った時に、はい、来てくださいましたね。伊藤さんがループマシーン使ってるのを見て、はいはい、あ、そっかと思って、その次の日にループマシーン買ったんですよ、はい、ちょっと濃いね。それもうガチでなんか影響スピード感がすごいですね、うん、あ、これは私も買わなあかんなと、な、歌歌ってるものとして、うんうん、でそこ買って箱に入ったままなんですよね。まだ使ってなくて。そうですか。どうしようもないみたいな。なるほど、ね、買うのは早かったんですけど、ね、そうですよね。そう、それからが使うまでがだいぶ、ね、遅いみたいな壁があるね。なんかね、はい、そんな話は本当にいいんですけど、はい、よくはないか、ごめん、よくはない。いいですいいです、もう本当に全然大丈夫です。僕の方が台本気になっちゃってる、さっきから。大丈夫か、マルさん、なんかあのキックボクシング始めたんでしょう。あ、もう後半ですよ、大丈夫ですか。やばい、キックボクシング始めました。あ、まあ、何年か前にですけどね、うん、まだやってますけど、それもまたすごい趣味というかね、うん、あれですよね、やってます、格闘技ですよね、いわゆる、はい、そうですね、うん、私も一瞬のなんか練習行ったことあるんですよ、はい、気持ちいいですよね、ものすごいいいですよね、ストレスがこう、はい、解消されていくというか、うんうん、集中するというか、うん、っていう世間話でよかったですか今のところ。違うんだよ、大丈夫ですか、あるんだよ、あるんですよね、あるんですよね。なぜキックボクシングの突然話になったのかというと、はい、だってなんかね、あの想像してたことと全然違って、もっとなんかキックボクシングのこと言うのかなと思って、うん、なんか準備してたことが全くなんか、そうですね、まあいいや、まああの、うん、キックボクシングは始めたんですよ。だって振りが最近始めたんですよね、だから、はい、確かね、そうだ、どうしようもないな、まあ、体やっぱもうちゃんと動かしていこうと思って、うん、やっぱ音楽に関係あるんだよね、そのマル君がそのキックを始めたっていうのは一つ、そのね、やっぱりなんていうか、パンチをするときとかドンとかドンみたいな言わないですけど、うん、でもあ、でもね、本当にあの、そうなんです、僕あのパーカッションの音を出してますけど、叩くことがないじゃないですか、うん、そうか、自分で実際にはね、なんかエアではやってますよね。そうそう、やってるんですけど、やっぱりそのピッピッ物を叩くっていう感覚ってすごい大事だなと思って、うん、で別にそれは人を叩くってことじゃないんですけど、うん、で、もともと格闘技が好きだったっていうのもあって始めたんですけど、やってるうちにあれってすごいリズムがあるじゃないですか、キックボクシングって、うん、あるある、で、これ上手くなっていこうと思ったらリズムを外せるようにならなきゃいけなかったり、リズムを読めるようにならなきゃいけなかったり、結構それってセッションと近いなとか、うん、そのタイミングを見計らって打つっていう感覚がすごい近いなと思って、うん、
始めたんですけど、続けてるんですけど、ドラムって叩いたことないんですか？一切シェーカーすら触れないですね。これ意外ですよね。シェーカーも触れないですか？全然触れないですね。なのに口でシェーカーやってますよね。口でやった方が楽ですね、うん、あ、そうですか、うん、すごいな。なんかそうやっていろんなことをやりながらもこう全部こう音楽につながっていってるんですね。そうですね、まあそうですね、つなげていくっていう方が正しいかもしれないですね。まあ、生活の中の一つというかね、やっぱ音楽もなので、うん、関係してきますよね、やっぱだんだんね、やってるといろいろ。ちゃんと喋れたんかな。え、いや、本当ありがとうございます。とんでもないです。なんか私の方が勉強させていただきました。今度またアーカイブ見ながら飲みましょうよ。そうですね、はい、ホームパーティーしましょう。あの、ね、パーティー。アーカイブはね、自分のとこだけ見なくてもいいですかね。いや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 、ほとんど道夫さん出てる部分じゃないですか。今日は見たくないな。いや、今日はライブの部分だけ見る。じゃあこの後行きましょう。この後、はい、ホームパーティーをじゃあね、しましょうよ、はい、見ながら。本当になんかね、すいませんでした。何も悪くないですよ。というわけで、はい、ツーオブアカインドさんも一緒にちょっと出てきていただいて、ここで、はい、本当にもうマイク足りないので、1本ずつ交代交代的な感じで。いや、本当に今日はありがとうございました。あ、なんかすごいいいな。あ、これなんかセッションとか今日できないんですか？このタイミングでそろそろ閉めてくださいって出てましたけど。そう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 。こっからもう人広がりするんです。放り込みますね、いろいろ。いや、だってなんか多分こう何でもできそうだもんな、みんな無茶ぶり。大雑把になってきて、大雑把になりすぎてきていますね。ちょっと締めましょう。告知は順番にしていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？はい。あ、俺ですか？はい。柳川さんは お預かりしてるやつ言った方がいいですか？ああ、はい、深夜ドラマみたいな話ですか？はい、はいはい、そうですね。終電バイバイというなんか深夜ドラマに謎の案内人役で出るので、はい、すごい面白い。僕見ようと思ってるんですよ、そのドラマ。ありがとうございます、見てください、はい、1月14日からスタートの TBS ドラマ。もう絶対見ます、ね、終電バイバイ24時20分から、はい、10話連続で毎回出るので。おー、毎回出演されるんですね。楽しみにしております。はい、はい、僕は去年自分でレーベル始めたんですけど、はい、そこでピアノとのデュオ、僕もジャズ結構好きでやってるんですけど、ピアノとのデュオで新助藤枝&春尾富樫デュオっていうのをやってて、それは1月11日新中野のジャズバー C っていう、まあ、ジャズバーでライブやるのと、あとこの柳川さんとのトゥーオブアカインドとは別にポーラーカラーズっていう、またなんて言ってもいいんだろう、結構エレクトリックな音とサックスとかその生楽器を合わせて、こう世界観をがまたこうちょっと広い感じの音楽やってるんですけど、そのアルバムがセカンドアルバムが春ぐらいに出したいなと思ってます。お二人のアルバムは出されるご予定は？出したいね。もうタイトルは決まってるんで。タイトルは決まそう、さっき決まりました。アルバムタイトルはラバーズタイムなの。ぜひラバーズタイムでお願いします、はい、ラバーズタイムでお願いします。伊藤さんも告知が、はい、じゃあ僕らは、まあ、個人のはちょっとそれぞれホームページなどあるんで、はい、見ていただくということで、2人の告知ということで、はい、ピースオブケーク来年、今年か、はい、4月の19日から、はい、今の予定だと7月の6日まで約80日間にわたってですね、はい、47都道府県完全制覇ツアーというのを、すごい、2人で全県回ってまいりますんで、はい、詳細これからねウェブの方にもアップしていくんですけど、ぜひ全国行かない県ないので、どの県でも構いませんのでね、来ていただきたい。おー、すごい。あとあれですよね、4月から阿部貞夫さんの主演の、はい、発見伝、発見伝という舞台の音楽を担当されるんですよね、はい、作曲をしている方はまた別にいらっしゃるんですけど、はい、僕らともう一人3人の声だけでその音楽を作ろうっていうことで作ってますんで、はい、その舞台でも僕らの声を聞いていただけると思います、はい、その47都道府県ツアーに向けて僕らも2人の CD を、
作って、まあ、長いレコ発ツアーにねしようかなと思ってますんで、お、はい、楽しみにしております、はい、それでは本当に皆様ありがとうございました。もうご迷惑を おかけいたしました。全然そんなことないですよ。楽しかったです。楽しいですよ。楽しかったと言っていただけると本当にホッとします。わーいって言ってください。わーい。あー、いいっすね。いいっすね。ありがとうございます。あ、まあ、なんかすいません、皆様。もうそろそろ終わりにしますね。あの、でも、おととい TV の方でご覧の皆様は、45分まで、見れることになってます。で、その間は、あの、なんか適当な映像が流れてると思うんで、適当に、あの適切なセッション、あ、なんかセッション始めはるかもしれない。ねえ、まあ、むちゃぶりもありで、ね、まあまあ、 あの、そんな感じで、来月もミュージックシェアよろしくお願いいたします。さよなら。お正月っぽいね。お正月っぽいね。お正月っぽい。お正月番組ってこんな感じですか、ね、あ、そうです、ね、生番組ってね。放送はまだ続いてる。